ゲイマジュネ。後ろ向いてから振り返るなど。1回目はこの服装で撮影しに行きたいと思います。すごい僕がダメージって珍しいですね。なんかあとパーカーもあんま着ないですよ。だから結構珍しくて、これで最初は挑みたいと思います。最初に眠いかもしれないですけど、まあ朝早いっていうのもあって、一発目本気出したいと思います。今日はなんか元気になる方法をいっぱい調べていろいろ試してみたんで、いっぱい喋るとか、あとなんだっけ、いっぱい運動するとか、朝ごはんちゃんと食べるとか、全部やりました今日は。いや俺マジ服マジあれ、いやいやいや、あんま詳しくない。まずこれでいきたいと思いますだけでいきます。まずこれで、はい、いい感じですね。スポーティーな感じです。そう、スポーティースポーティー、はい、スポーティーな感じで1着目頑張りたいと思います。頑張ります。まあ、朝早いからちょっと眠そうですけど。いや、眠くないよ。それでは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、じゃあ、小林さん。はい。監督の松田監督です。よろしくお願いします。じゃあ、最初言ってほしい。やばいな。やったことないから、こういうの。お、いよいよ、コードをやってます。いいっすよ。これもっすよ。難しい。はい。かっこいいな。座るやついきましょう。座るやつ。半分あいあい傘のMV 撮影でございます。ということで、衣装の1パターン目こちらでございます。さあ、ということでこれから着替えて撮っての繰り返しでございます。頑張っていくぞ。こういう MV 撮影は初めてですね。やっぱ踊って振りなしの感じすごく楽しみですね。はい、撮ります。はい、いい感じ。はい、かっこいい。本当、いろんなアングルできましたね。本当、後ろ向いたり、前向いたり、後ろ向いて、はい、半分あやい傘、一パターン目の衣装です。はーい。まだ撮影終わってないんで、行ってきます。表情行きましょうかね。はい、表情。じゃあ、横顔行ってきますか。横、どうも、こんにちは、長野亮太です。ということで、本日は半分あやい傘 MV 撮影ということで、今回、1パターン目の衣装です。これ、今回10パターンね、衣装あるらしいんですけど、1990さんとのコラボで MV 撮らせてもらいます。ちょ、うるさい。さっきの全身からいきます。はい、お願いします。どう、半分あやい傘ワンパターン目の衣装です。じゃじゃん。はい、もうね、一発目でこれということで、今日は10パターンやるんで楽しみです。頑張りたいと思います。張り切っていこうぜ。はい、はい、表情いきます。
表情を出していきます。じゃあ次は今までにない今までにない食べバーン。多分すごい距離を離れた人だ。はい、ハンバー映画さんの1着目でーす、ね、珍しく青でーす。頑張りたいと思います。もう感じじゃない、これじゃないですか、これかな。これがナチュラル、自然いいナチュラル、はい、ただ横向きです。はい、ありがとうございます。取れてますよ、これ。取れてました、バッチです。ありがとうございます。取れてないパターンも。I have a plan I have a plan What? じゃあ俺マジで R ニュースどこにもない英語って R 言うとけばうまく聞こえるみたいなやつじゃない。おいお前さ、英語できるからってさ。できないよこいつ。できないの？言ってる。純くんできるの英語。ちょっとだけ。日本語。もう日本語。もう日本語。アリトル。アリトル。アリトルとか言わないの？あれろ。あれろ。あれろ。ちょっと似てるわ。あれろ。あれろ。リロや。My name is ジュンと。いいねこれ。ちょっとかっこいい。ちょっとしっかり。拳でそう。出てるよ。I'm angry. What? I'm angry. What? I'm angry. Why? 俺は一番できそうだよ。じゃーん。紫って結構なんか僕っぽくないというか、なんか新鮮な感じで、すごいいいですね。はい、今回も、まあ、ちょっとね、普段着ないような色なんですけど、今回も着こなしてよかったです。次はそうね、場所的には大丈夫ですね。それでこう入れ替えてみたいな。はい、あ、冷たっ。めっちゃ冷たいわ、マジで。やばい。4パターン目です。シャカシャカしてます。行ってきます。熱くなりましたね。いい感じです。じゃあ行ってきます。ロゴ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 がある。違うかね。こう、はいはいはい。裏にある、裏にある。ティンパイエイ。なんだこれ、やらせたの。釣りに行ってまいります。バイバイ。じゃーん、赤パンがお気に入りです。行ってきまーす、そっと口づけをして湿った夜に落ちてゆく。すごい曲ですよね。カズトに似合う曲。もう喋ることなくなってるやん。いやいや、それそうよね。喋ることなくなって服見始めてる。え、じゃああれ喋ること。あるよ、もう言ってみ。はい、どうぞ。いやもう本当にカズと似合う曲だなって思う。言ったよ、すごい曲っす。それ言った。どう、何も出来なんて今の出来ゼロやん。ゼロやん。じゃああなたもゼロやん。いや俺のパクったからってる。あ、そういうことで。最初は俺は30よ。30かい。100じゃない。30、そんなこともできる。よし、やってみましょう。はい、どんどん抜いていきます。あ、いいですね。3勝。あ、よいしょ。ハの字になってます。あー、それだった。カラフェ緑ってなかなか見ないよね。確かに。俺も確かに初めてばっかり見ると思う。代表やったのか。でもメンバーカラーってあるの。確かに。
切れ替えやってみていいですか。はい、今度は緑青が、はい、はい、5着目取り終わりました。ドドン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 、5着目です。そんなキャラじゃないよ。すいません、ちょっといつもと違う服を着たんで。そうね、違う自分が。花目の緑珍しいっすね。緑着ないっすね。ピンクも着ないっすね。水色も着ないっすね。全部着ないっすね、これ普段。でもカズはいいね、相変わらずもう何着ても似合うということで、まあ、これ今回ね、ペアルックみたいな感じで。そう、ペアショットでしたね。ペアショットだった、はい。他のペアショットも楽しみです。そうですね、まあ、このペア絶対どっかで出てくるんでね、お見逃しなく、はい、お見逃しなく。バイバイ。俺の5着目です。イエーイ。いいね頑張ってきます。はいはい、はい、両方無線ないのもはい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 、あーいいじゃないですか。いいじゃないですか。謎謎です。よし、じゃあ今の感じですか。はい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 、 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい。ありがとうございます。5パターン目です。ようやく半分まで来ました。半分、半分あやがさ。お疲れ様。お疲れ様。はい、はい、じゃあ、入れ替えましょう。はい、はい、これ錯覚しますわ。やばい、これ。あ、なんか、あーあー、怖い怖い怖い。これ変える？ズン、デン、はい、はい、せーので、はい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 、バイバイ、バイバイ。はい、OK です。ありがとうございます。いや、ドン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 また今度ね。また今度ね。大丈夫です。たーちゃん頑張るんだよ。何着目それ ?8。もうすぐですね、半分あやがさのミュージックビデオ撮影も、もうすぐ終盤に入ってきてるんですけど、あと、9着目と10着目で、あと2つなんですけど、まあそのうち1つかな、1つリップシンクあるので、まあ。気合い入れて、まあ、久しぶりっていうのもあるんで1年ぶり役
ザクロも12月ぐらいに撮影したとして、まあ約1年ぶりなんで、まあ思い出しながら頑張っていきたいと思います。さっきのライン、誰からのライン、聞けずにいる、聞かずにいるよ。恋人いない、そう見えるかな。どこかで願う普通の恋しか。信号待ちで小指つないで、信号待ちで小指つないで、まだ離さない君は嘘つき。いやー、終わりますね、10番目の10着目です。じゃん。はい、どうですか、衣装。まあ、僕、毎回衣装の感想言ってるんですけど、今回どうですか、ポイントとか。どうですか。もう僕は、そうですね、これ実は、これ今回、この最後の10着目は、ナインティナインティの時の、洋服と同じ、全く撮影の時と同じ洋服を皆さんそれぞれ着てるということで、コラボのやつですね。はい、それがポイントです。これです、じゃーん。これがポイントです。10着目も頑張ります。10着目です。てんてん、よろしくお願いします。これから最後の撮影に挑みたいと思うんですけど、よっしゃ。次は最後みんな集まってリップシンクをする、はい、ということなんですけど、どうですか最後。いや、楽しみだね。しかもこのコラボアイテムですから。そう、フードがね、水を得たのように、すごいおしゃれな、しかも大きいから、うん、もう部屋着でも着れるし、はい、僕だったら結構ゆるいの好きなんで、私服で、はい、だからもう私服でも着れちゃう。私服でも結構おしゃれですよ。間違いない、あったかいしね。結構っていうか、めちゃくちゃおしゃれ、めちゃくちゃおしゃれ。これ、うん、半分アイガサの、そう、このアダムとイブらしいです。で、僕はこのズボンも履いております。あ、ね、僕は違いますね。これおめでとうございます。こんな感じで、はい、かわいい、かわいいんで、皆さんぜひ買ってください。買ってくださいって言うね直接言うね一緒にお揃いにしましょうとか言うんだよ、ここはおしゃれに。あ、でも僕着たいんで、ちょっとお揃いにしてほしくない。なんでだよって思うんですけど、でも本当に、なんか撮影ちょっと前にあったんですよ、ビジュアル撮影の方、はい、あ、それ、あって、それがもうその時からなんかすげえおしゃれだなって思って、このだからちょっとフードも欲しくて、だからちょうどいいじゃん、もう欲しいなって思って、うん、もうこれ着て街歩き、インスタ見ちゃって、インスタのショップ見ちゃって、うん、あれ売ってねえかなって思って探したけど全然なかった。僕らのこれからのやつ、僕らのやつですか。まあでもでも、はい、すごいおしゃれなんで楽しみにしておいてください。 そうだね。そして、最後の撮影ということで頑張ろう、頑張っていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。皆さんの応援が僕らの力になりますよ。じゃあバイバイ、バイバイ。10パターン目です。ギンギンギリ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 ン、ラスト。いやー、ここまで来ましたね。来ましたね。いやー、いい、全部かっこよかったね。いや、全部かっこよかった。着ながら撮りました。うん、完成、お楽しみに。あ、俺来ないで。で、最後最後高速にハイガーでしょ。何こと？で、あ、で、で、それマスヤ。めっちゃ金持ってる。大丈夫。大丈夫。うん、大丈夫。心配しない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 。
じゃん。はい、いいですね。はい、さあ服着ましたね。そうなんです。来ました。さっき言いました。はい、いやもうでも本当に、いやでもなんか本当に普段見れないみんなのファッションとかも見れて本当に最高な時間でした。ありがとうございます。間違いない。そして高作さん。はい。はい。いややっぱり服もすごいおしゃれですし、僕らコラボした。そうです。このいいこと言ってくれた。これもあるので、うん、すごいおしゃれ。大丈夫。手。あ、ちょっと優しい。強調しない。めちゃくちゃ優しい。これもね、なんだっけ、アダムとイブ。イブか。僕らの半分あやがさとなんかつながってる部分があるので、うん、ぜひそこら辺もちゃんと考えて、うん、捉えてみてください。はい、はい、そんなこのコラボの服と、まあ、すごい楽しかったです。はい、楽しかったです。そんなコラボの服と MV 半分あやがさ、皆さんぜひお楽しみください。以上、銀河ジュニアでした。バイバーイ。Thank you.